はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ダイナソワですね。やっていきましょうか。ここどこ、あ、そうだ、なんかマップが違うんだって思ったんだよね。なことない？食入り口？はい？そんなとこあったかね。え、ちょっと待って、私今どっち向いてるからね。ちょっと見違えたかもしれない。で、寝かせましょうか。早い方が寝かせましょう。よいしょ。で、細い方はリズムを上げますか。そうだね、回転上げましょう。で、入った。あ、ワットさん、美味しいとこ取りだな。あと防御だね。あー、オロリックさんもちょっと残念だけど、よし、防御ね。で、こっちね。またやつが来るけど、やつはこっち。ほんとにもう。で、あとはオロリックさん、ワットさんで奪い合いだね。あ、いいとこだね。今度オルリックさんが持ってきたよね。さあ、うわぁ、戦いましょう。戦いましょう。で、オルリックさんは紙縛って、このコツコツやるのがあれなんだろうね。で、寝かしましょうね。で、友よ我らを守らせてちょうだいと。で、やっつけて、で、オルクさんは牛をやっつけて、で、前をやっつけて、で、防御して、いや、ワッツさん、いつの間にか18になってんだけど、ヒットポイントが。もうオルクさんもそれほったらかしたいですけどね。ちょっとギーツ入れておきましょうか。本気ね。ワットさんね。うん、でも明らかにヒーズさんよりはいいよね。ショコって出ましたよね。おう。なんか間違えてる気がするな。今私は、あ、北に向いてるじゃない。ん？あら。今北に向いてるの？私南に向いてると思ってた。あら、ワットさんから先だ。で、私が、はい。で、オロリックさん技術何かの足張りね。で、寝かして、あなたも守らせましょうか。あ、目覚ましちゃったね。魔法を隣のうちにやっつけそうですね。ほいっと。出ちゃった。はい。で、縛って。痛いね。アッシュさん。あ、アッシュに14も与えるんだね。これはちょっと。なら、湯滅に入れちゃいましょうか。で、あなたは、リズミックであげましょう。で、足が戦って、で、戦って、あ、いい感じですね。おっと、ワットさんね。ツイストリング？なんだ、ツイストリングって。装備だね。ちょっと待って、ステータス、ワットさん。ワットさんでいけるかな？アーマークラス10ですね。あ、アーマークラス1個上がってるね、ワットさん。レベルが上がったからかな。すごいね、剣の技、疾風の刃が入りましたよ。装備。ワットさんね、装備する。アイテム。あ、ガントレットしか無理なんだね。となると、ヒースさんも仕方ないね。これはエリスさんかな。あ、エリスさんだね。エリスさんのアーマークラスは5、17、47グラムで覚えておきましょうか。
5 17 47 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 5 17 47。あ、スマホで撮りゃよかったんだ写真。まあいいや。おう、ホーリーシンボルいるかい。ちょっと待ってね。よいしょ。じゃあこれも写真撮っておこう。写真撮っておきましょうね。あ、写真の撮り方どう？これだ。はい。はい、撮りましたよ。次は、あ、今の出てるんだろう。あら。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。写真の見方が、これか。危ない危ない。もう、ほんとついていけないんだよね、こういうのね。で、これエリスさんでしょうね。エリスさんで、装備をエリスさんの、まず、ホーリーシンボル外したらどうなの？ホーリーシンボル外した段階でどうなんだろう？あ、なんも変わんないね。じゃあホーリーシンボル外しておきましょう。ああ、もう写真が簡単に撮れるからいいね。じゃあ装備ね。エリスさん。ちょっと待って、アッシュ装備できる？エリスさんちなみに？アッシュさんは？あら、ツイストリングはめるんだね。ホーリーシンボル。あ、ホーリーシンボルはめれたけど。まあまあまあ、ツイストリングエリスさん装備する。まあいいや、ツイストリングね。こうなるとエリスさんのステータスどうなる？5、17、47、13、30。お、アジリティが40になってる。素早くなってんだよね。素早く会ってほしい人、素早くなってほしいってやっぱ魔法使いだね。そっか、じゃあこの人でいいんだ。じゃあこのまま行きましょう。さあよいしょ。で、お次は私これ東に向いてんだね。どちらかというとウエストに向きたいんだけど、いやもうこの際エリスさん頼っちゃいましょう。あ、合ってる。これで合ってるわ。で、ここ入って、あ、この敵も出てくる敵みたいですよ。おー、ワッツさんが先端に来るわ。しかもクリティカル出したし。痛い。あ、これ使ってみましょうか。ひょくひょく。何度減るのかな？ 52 から。あ、12減るのか。全然素早くなってないね。アジリティ？ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えるものがありますね。デックスとアジリティがあったらまた違うんだよね、これきっとね。リズム使いましょう。リズミック。その場合、デックスが素早さになるのかな？はい、戦いましょうね。あ、倒れないよ。で、防御。で、防御。で、こっち行っときましょう。分散してね。あとは、お仲間さんにあげましょう。はい。はい、あと防御ね。はい、防御ね。あ、防御。リッパクドルビックさん10にも戻るのかな。戻んないね。それも11戻ったね。ちょっと待ってね、ステータス見てみましょう。エリスさんは全然最初に来ないんで、あ、やっぱデックスとアジリティが、これアジリティ多分回避だね。となるとツイストリングは今一番回避欲しい人。ヒースさんに渡して。ヒースさん、
3番目にもう一度持っていってみますか。2列、あ、違うよ、サービね。エリスさん、あ、サービ。エリスさんね、ツイセルが外しましょう。で、ヒースさん。アイテム、ツイストリングね。ヒースさんってアジリティめっちゃ悪い。低いわ。26。これ10の補正が入って26とか13だったけど、これだよね。アジリティ悪すぎ。アッシュは？アッシュでさえ35アンダーのね。あれ？でもデックス低いな、アッシュ。アッシュデックス低いのに。デックスとアジリティどちらが速いんだろう、素早さなんだろう。これゲームでまちまちだもんね。アジリティ35。ワットさんは32、37デックスがね。29、18。エリスさん。エリスさんも速いんだよね。ヒースさん遅いんだよね。アッシュ。アッシュアジリティ速いんだよね。ちょっともうちょっとこれで様子見て、ヒースさんが明らかに速くなったっていうのが分かれば、あれしましょうか。あ、ちょっと防備してた。あららららららら。あ、ヒースさん速くなってる。あ、まだ分かんないよね。まだ分かんない。次は、あ、オブリックさんは、入れよっか。なんか食らったもんね。で、技術で。どうしよう。ここは、せっかくだから火を呼ぼうか。で、こっちね。あー、サラマンダーさん結構早いんですね。で、技術じゃなくて、あなたは殴りで。で、防御しましょうか。なんかヒーさん早くなったかな。早くなっただけだったらあれだよね、避ける方は違うんだよ、ちょっとね。デックスなのかな。強いね。あ、あ、やっちゃった。お、違ったんだ。おー、アッシュで倒せなかったね。てっきり、サラマンダーさんの一撃効いてると思ってたんですけど。やっぱりしょ。で、やっぱり慣れて方はこの方がいいのかな。どちらかというと素早さが上がるような感じかな。で、ここを入っていくと。はい。あそこには宝箱が置かれていた。宝箱には鍵がかけられている。誰が開けますか。このまま、ワッツさんしかいないでしょ。空箱は開いた。箱の中には上品な布に巻かれた神父の石が収められていた。布には竜と人との姿の刺繍が施されていた。鍵かかってたのに他の人でも開くのかな。ワッツさんだから開いたのかな。抜かれたともに刺繍には文字が入っていた。それはザモハに時間が迫りしとき、王の名のもと竜に力を借りよというものだった。赤い書店でしたね。おう。で、扉くぐったでしょ。今私は南に向いてます。この方角は役立つね、本当にね。こっち行きましょう。で、ここをね、入ると、祭室って書いてましたね。その部屋の中には祭壇があった。どうやら祭室らしかった。祭室の中は美しく飾られている。何か祭礼を行うところだったのかな。それだけ？あ、いやいやいや、これかんだ。痛いけど、近くだわなかったね。技術で、早い人は寝かせましょう。で、遅くしましょうね。よいしょ。で、戦うと。寝かしてるので、リズミックで上げましょう、回転をね。戦う。2回来たね、ワッツさん。さすが盗賊だわ。
で、ここ、よいしょ。なんもないんだよね、これね。あれ？あ、ここの壁、妙だな。どうやらこいつは隠し扉と見たかな。あ、もうくぐったの？では、はい、あ、回転扉ね。あ、来た来た。で、こちら入って、こう上がっていくのね。で、ドン突きに行って、右曲がって、これ右曲がるのね。え、机が置かれていた。その上に置かれたメモにはこう書かれていた。家は揃った。意識は近し、地下材質において取り行う。探検は宝物から持ち出し、古き、儀礼に従え。家ってのは生贄のことなんでしょうね。で、あの祭祀って何かすると。そういうことなんですね。で、技術を、あ、いやいやいや、殴って、あんま技術はね、物の横技術使うことないね。大体 TP 戻り悪いんでね。夢積みでやりましょう。あら、ヒルさんまたケツだね。ケツ持ちが多いね、ヒルさんはね。あ、しまった、リズム使っちゃった。寝かせてたよね。寝かせたんだ、寝かせたんだ。はい、あ、オルディクさんと倒せない。これの人だね。持ってくね。あ、さあ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ダイナスは、終わってます。どうもありがとうございました。